シーランド公国、シーランド公国、シーランド公国は、北海の南端、イギリス南東部のサフォーク州の 10km 沖合に、浮かぶ構造物を領土と主張する、自称、国家。全国連加盟国及び、バチカン市国よりも面積が小さいため、世界最小の国家を自称する。ただし、2016年現在、国連に加盟する193カ国及び、 バチカン四国の計194カ国の中でシーランド公国を国家認している国はない。イギリスは第二次世界大戦中、沿岸防衛の拠点として四つの海上要塞と多数の海上統治下を建設した。これらはマンスセルフォートと呼ばれる。シーランド公国が領土としているフォートラフス、ォートラファス、U1、ラフスタワーラファスタワーともは、 最も北に位置していた海上要塞であり、1942年から建設された。イギリス沖 10km の北海洋上、ラフサンズ、ラフサンズと呼ばれる砂帯の上に大きな柱が2本ある巨大な構造物、ポンツーンを沈め、海上に突き出した柱の上に居住区や対空砲台などが作られていた。 戦時中は150から300人ものイギリス海軍兵員が常時駐留していたが、大戦終了後に要塞は放棄された。1967年9月2日に元イギリス陸軍少佐で海賊放送の運営者だったパディロイベーツはイギリス放送法違反で訴えられた。彼は当時イギリスの領海外に存在したこの要塞に目をつけ、不法占拠した上で独立宣言を 発表、要塞を、シーランドと名付け、自らロイベーツ公と名乗った。イギリスは強制的に立ちのかせようと裁判に訴えたが、1968年11月25日に出された判決では、シーランドがイギリスの領海外に存在し、また、イギリスを含めて周辺諸国が領有を主張していな、片言からイギリス司法の管轄外とされた。 1975年には憲法、国旗、国家を制定した。1978年にロイ・ベイツ公はカジノの運営を計画し、西ドイツの投資家、アレクサンダー・アフヘインバッハ、アレクサンドル・ジー・アッキンバックを首相に任命した。ところが、アフヘンバッハらはクーデターを画策し、モーターボートやヘリコプターでシーランドを吸収して、当時のマイケル・ベイツ公使、 現在の公を人質に取ると、ロイ・ウェイツ公を国外へと追放した。英国へと渡ったロイ・ウェイツ公は、20名ほどの同志を募って、ヘリコプターを使用しての奪還作戦を行い、これを成功させた。これをきっかけにシーランド騎士団が創設された。アッヘンバッハは、公国のパスポートを持つ同、国の、国民であることから、シーランド公国により反逆罪で投獄され、 7万5000マルクの罰金を命じられた。西ドイツ政府は、イギリス政府に、自国民であるアフヘンバフハラの解放を依頼したが、イギリス政府は、海上要塞は、自国の司法の管轄外にあるとする1968年の判決を理由に断り、やむなく、西ドイツは、シーランド公国へ中ロンドン大使館の外交官を派遣して、解放交渉を行うこととなった。 一国から正式に外交官が派遣されるという事態にベイツは自国が事実上西ドイツにより承認されたものと喜び罰金の問題は立ち消えることになった西ドイツへと戻ったアフヘンバッハらはアフヘンバッハを数密委員議長チェアマンオブザプリビカウンシルとして擁立しシーランド広告亡命政府の樹立を宣言シーランドの正当な権利を主張した 1989年にアフヘンバッハスーミツイン議長が健康上の理由から引退するとヨハネス・ザイガー、ヨハンニス・サイガーが首相兼スーミツイン議長、プライメミニスターチェアマン・オブ・ザ・プリビ・カウンシルとして後を継いだ。1990年にはシーランド広告亡命政府としての独自効果の発行も行っている。2006年6月23日、老朽化した。 発電機から火災が発生し広告が反殖。ロイ・ベイツはこの時国外に住んでいたため無事であったが、国土は壊滅状態に陥った。同6月25日には、ベイツ夫妻が国土に戻り、資材を投じて国土の再整備を行い、7月末には発電機や消失した配線系統の復旧が完了し、広告が存続することができた。国土の再整備には、 売売りにに出したたななどのの上金が再建の助けになったとも言われている。シーランド広告は希望があればパスポートを発行するサービスも行っていたが大量の偽造パスポートが出回ったため発行一時中止して1997年以前に発行されたパスポートは全て無効にる時代となっている2007年1月8日付のイギリスレイリーテレグラフ誌で 6500万ポンドで国全体が売りに出されていることが報じられた。なお、あくまでも国家の主権は売り物ではないため、シーランド広告側では売却、セールではなく、譲渡、トランスファーという言葉が用いられた。これを受けて、スウェーデンにてビットトレントのトラッカーを扱うウェブサイト、パイレートベイガー・オサムに名乗りを挙げたが、シーランド広告側に拒絶され断念する。 ロイ・ベイツは2012年10月9日、英国時間に91歳で公居した。同日、摂政を務めていたマイケル・ベイツ皇太子が父の後を継ぎ、二代目シーランド皇国大公に即位した。マイケル公はシーランド騎士団の公募を開始した。シーランド皇国を独立国家として承認する国、政府が現れることはなかったため、国際的には 国家として扱われていない。国際法上の国家成立予見には争いがあり、モンテビデオ条約参照、宣言的効果説に立てば成立の余地もあるが、創設的効果説では成立の余地はない。国際法上では国家成立の大きな要件の一つとして領土を挙げており、この領土とは島、または大陸の全部、または一部であると解されている。そして、 海の憲法と呼ばれる海洋法に関する国際連合条約では、島とは自然に形成された陸地であって水に囲まれ、校長時においても水面上にあるものを言うとしている。自然に形成された陸地ではないシーランドは、島ではなく大陸の一部でもないため、シーランド公国は国際法上でいう領土を持たず、国家成立の大きな要件を欠いているため、 認められない子になっている。領土全体が首都である。首都は、公が直接統治していると推測される。政体は、立憲君主制である。国家元首は大公。国家機関には、首相、枢密院がある。シーランド公国は、国会上に建設された、会場施設を、領土とする、自称、国家である。海底に設置したアンカー部分。 二本の円柱、甲板という三つの部分から構成されている。円柱部分は A から G の7階層のデッキとなっている。発電機の置かれた A デッキとその直下の B デッキが海面上に C から G デッキが海面下に位置する。B デッキから E デッキは戦時中、食料貯蔵庫及び要員の居室、海デッキは弾薬庫、G デッキは資材置き場となっていた。 360度のオーシャンビューが売りだが、A デッキの発電機の振動が凄まじく、銃環境はあまり良くないと言われる。国土面積は207メートルとされている。国土が極端に狭く、バチカン四国より小さい。右の地図では、両国の位置とそれぞれの領海との関係を示すために、シーランド広国から3海里、青点線と12海里、青実線、イギリスから3海里。 国天線と12回り、黒実線の範囲を示した。イギリスは1987年10月1日、領海を従来の3回り、約 5.5km から12回り、約 22km へと拡大する旨を宣言した。これにより、シーランド広告はイギリス領海に含まれるはずだった。しかしその前日の9月30日に、シーランド広告も、 自国の領海を12海里へ拡大すると宣言し、シーランドがイギリス領海に取り囲まれ、航海と途絶する事態は回避された。また、公式ショップサイトで土地の販売も行われている。通常、1名の兵士が1丁のライフルでシーランド領内を巡回している。しかし、有事の際には、ロイベーツ公が英陸軍時代の人脈を背景に独自に集めた。 戦力が加わった事例があるため、必ずしもこの治安力が全てとは言えない。また、シーランド騎士団も存在する。ただし、インターネットで加入権を販売しているのみで、実態はなく、国際法上の騎士号ではない。貴族制度があり、上から、公爵、白爵、断爵,爵の爵位がある。また、称号として、京、ロードとレディの称号がある。ただし、 現代国際法は、正当な社位の助赦には、君主体験としての助人権が必要であると、定めており、米津公は、国際法上これを有しない。従って、これらの称号は全て民間称号である。英国では、著称を目的としない限り、個人は自らを自由に名乗ることができると、法律で定められているために、これら民間称号の販売は合法であるとされる。 すなわちすべての個人は民間称号を購入しなくとも個人的な目的に限れば自ら好きに貴族号を名乗ることが可能である。一方、イタリアやドイツなど一部の国家においては正当な貴族でない者が貴族号を名乗ることは刑法で禁じられており実際に起訴された例が複数存在する。したがってこれらの民間称号の使用は懲役刑に該当する。 可能性があり、イギリス国外での使用には十分な注意が必要である。シーランド広告のウェブサイト上で、借位、称号のほか切手やコイン、シーランドのコインと切手、国土の一部、カップや卓上機等のグッズを販売している。2000年から2008年までの間、平イ公社校舎が設置されデータ平文となるサービスを提供した。ちなみに、 爵位等を購入すると、切手や消印もシーランドのもので送られてくる。購入すれば、誰でも、卿や、男爵などを名乗ることができる。選べる称号は、卿、ロード、ロード、レディ、レディ、ナイト、サー、デームの2種。爵位は、男爵、バロン、バロネス、伯爵、カウント、カウンタスの多ツ追聖語版、公爵、デュック、ダジャスの3尺から選べる。 爵位、称号には、有効期限はないので、更新手続きなどは不要である。今日の認定証と借機には、ロード、レディー、バロン、バロネス、カウント、カウンタス、コンテ、カンテッサ、コモット、コンテッサ、コンデ、コンデッサ、デュック、ダチャス・オブ・シーランドと印刷される。ナイトの認定証には、サー・アームズと印刷される。男爵ナイトには、 申し込み時に登録した通りの名称、ニックネーム化と称号、借位が書かれた認定証、借記が送付される方式のスタンダードノーブルタイトル、パックと15ポンドを追加して額縁を呼び、マイケル王子のサインは追加となる、セットプレミアム、ノーブルタイトルパックの2通りがある。今日、ロード、ロード、レディ。 レティの称号を2 0 1年四月現在二十九点九九ポンドで販売しており、これらにはシーランド広告の概要、歴史、位置情報が書かれた書面、ロイ・ベイツ公の写真、これらを保存するためのファイルがセットで付いてくる。男尺、バロン、女性型バロネスの爵位を二千十年四月現在四十四点九九ポンドで販売しており、これらには爵期、 シーランド広告の概要、歴史、位置情報が書かれた書面、ロイ・ベイツ公の写真、これらを保存するためのファイルがセットでついてくる。2011年末頃から、カウント、カウンタスタイトルパックとして新たにカウント、カウンタス、コンテ・カンテッサ、コモット、コンテッサ、コンデ、コンデッサの称号が199.99ポンドで発売された。いずれもそれぞれ英語。 イタリア語、フランス語、スペイン語で、伯爵を意味する。このパックを購入すると、シーランド広告の伯爵を名乗ることができる。学装された、尺器、マイケル王子のサイン、助爵費入り、ゴールドの身分証明カード、豪華ファイル、シーランド広告の概要、歴史、位置情報が書かれた書面、ロイ・ベイツ・公並びに、皇室の写真、ロイ・コー、ジョン・王女、 マイケルセッ皇太子の伝記、ワールドファクトブックのエントリー、政府の構造について書かれた書面がセットとなる。このカウント、カウンタスタイトルパックの借機からは、助借日も明記されるようになった。新たに、デュック、ダチャスの称号が499.99ポンドで発売された。英語で、公借を意味する。学装された、借機、マイケル王子のサイン。 著者品入り、ゴールドの身分証明カード、豪華ファイル、シーランド広告の概要、歴史、位置情報が書かれた書面、ロイ・ベイツ・公並びに、皇室の写真、ロイ・コー、ジョン・王女、マイケル・セッシ大使の電気、ワールドファクトブックのエントリー、政府の構造について書かれた書面がセットとなる。シーランド騎士団の入団資格。 ナイツ・オブ・ザ・ソブリン・ミリタリー・オーダー・オブ・シーランドも99.99 99ポンドで販売されている。入団するとナイトの称号を得られる。ただし、これは貴族の身分ではない。認定証も、今日、借位のものとはデザインが違う。入団認定証、入団認定ビール、シーランドの歴史書、騎士道の起きて、豪華ファイル、ロイ・ベイツ・コ並びに、皇室の写真が、 セットとなる。借位、称号を取得した者には、他に、借位、称号、名前、住所が記載された ID カードの発行も受け付けている。別途25ポンドが必要。これは、白尺、公尺受尺者に送付されるゴールド身分、証明カードとは異なるものである。携帯できる身分証明書である。借位を取得したら、必要となるものではなく、 あくまで任意のものなので申請しなくても借位は執行しない。こちらは顔写真も印刷されるため5年の有効期限が付されている。ただしこれは ID カードとしての有効期限であり借位そのものとは関係がない。2013年現在はタイトル欄がミスター、ミズ、ミセス、ドクター、博士号医師免許等保持者のみ等であればこの身分証明書 ID カードのみの発給申請も可能となっている。申請はオンラインで行い、sealandgov.org から返信されてくるメールに必要事項を記入。その際、ID カードに使用する写真並びに求められた各種事項を証明する公書類、パスポートなどスキャンデータを添付する必要がある。港カフェリポートから海外へ渡航可能。 国内の公共交通機関はなく、自家用の乗り物、または徒歩で移動する。もともとは海賊放送局である、事実上のシーランド国営放送局がある。シーランド広告は2007年9月14日にロイ・ベイツ公とその家族らを中心に据えた映画、シーランドの制作決定をウェブサイトで公表した。複数の映画情報をウェブサイトでも取り上げられている。 サッカーシーランド代表というものが存在する。監督はクリスティアン・オルセン。ただしフィファや UEFA に加盟していないので公式戦は行えない。主に非承認国家が参加する国際団体 N 会ボードには巡回員として参加している。日本の漫画ヘタリアに登場するシーランド君をシーランド広告政府及びシーランド大公、米付けとして公式キャラクターとしており、 上記の尺位を購入した際の付属の紙面にて紹介している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。